ねえねえ、マリサ、ちょっと見てよこのツイート。お、英語がたくさん書かれているな。読めるのか？そりゃもちろん Google 翻訳ですよ。ベラルーシの義勇兵が大隊から連帯規模に押し上げたって書いてますわ。私の記憶違いじゃなければ、ベラルーシって親ロシア派の国じゃなかったっけ？ロシアと対立しているウクライナ軍で活躍する義勇兵がいたことに驚きよ。確かにベラルーシの現政府は親ロシア派なんだが、国内には反ロシアでウクライナを支援する人も多く、ウクライナ侵攻が長期化するにつれてその声はだんだん大きくなっているみたいなんだぜ。なるほど、政府の意思と国民の意思にズレがあるっていうことですか。このツイートで大隊から連隊規模に格上げって話もあるように、隊の人数は数百程度のはずなんだが、入隊希望者は数千人に上っているようで、その勢いはとどまるところを知らないぜ。はい、義勇兵の参加希望者が殺到とはすごい事態ですね。ロシアのプレッシャーがますます増えていきますわ。ということで今回は、ウクライナを支援しているベラルーシの義勇兵の活躍について解説をしていくぜ。今後もこのチャンネルでは軍事と兵器に関する最新情報や、歴史的なテーマを取り扱うので、気になる方はチャンネル登録お願いします。それでは皆様、ゆっくりしていってね。さて、ベラルーシの義勇兵の話に入る前に、まずはベラルーシという国について少し見ていくぜ。ベラルーシがロシアに地理的に近い位置にあることは知っているけど、それ以外はあんまりわからないわ。ベラルーシはウクライナの北、ロシアの西で、2つの国に挟まれているような場所に位置している。人口は約1000万人ほどで、国土面積は日本の約半分の20万平方キロメートルくらいなんだぜ。国土面積は日本の半分だけど、人口は日本の1億人よりはるかに少ないのね。昔のベラルーシはソ連の一部で、1991年にソ連が解体したと同時に一国として独立し、ベラルーシ共和国となったんだ。突然だけど、霊夢はチェルノブイリ原発事故を知っているか？ああ、どこかで聞いたことがあるわね。確かウクライナのどこかの原子力発電所で起こった事故でしょ？なんだ、わかっているじゃないか。1986年、ウクライナとベラルーシの国境線付近で起きたこの事故は、ベラルーシが最大の被害を負ったことでも知られているんだ。実際未だに国土の約 20% は汚染されていると言われているぜ。事故発生から36年が経った今でも、被害を受け続けているのか。やっぱり原子力の扱いは慎重に慎重に、っていう感じですかね。ひょっとして、この事件があったからベラルーシ政府は親ウクライナ派ではなくて、親ロシア派になったとか？いや、ベラルーシが親ロシア派の最大の理由は現大統領であるルカシェンコ氏なんだぜ。ルカシェンコ大統領は1994年に大統領に就任して、ベラルーシで初めての大統領になった後、30年近くにわたって大統領を務め続けている。1991年にベラルーシが独立する際も、当時ベラルーシ最高会議の議員だったルカシェンコ氏は、ソ連解体にただ一人反対した根っからの親ロシア派の人物だったんだぜ。ソ連の解体に反対って、そんな超熱烈なソ連ファンなんてことあります？ちょっと理由が気になりますね。どうやらルカシェンコ大統領は強いソ連に過剰なくらい同型の念を抱いているみたいなんだな。強者への憧れですか？そしたらルカシェンコ大統領はロシアの言いなりみたいになってしまわない？いや、実はルカシェンコ大統領は常にロシア寄りだったのかと言われると、そうでもないんだぜ。ほう？2007年には、ロシアとベラルーシの間でお互いに経済制裁を行うくらいの緊張関係があったんだ。この影響もあってか、ベラルーシは EU の経済交流を目指すパートナーシップ協定に参加したり、欧米と近づくような姿勢を見せつつあったぜ。でも今でもロシアとの親密な関係は健在のままでしょ？なんで？それは2020年の時、大統領選でルカシェンコ氏の再任が決定した時に起こった大規模デモが原因なんだ。このデモはルカシェンコ政権を一時倒しかけたくらいのもので、この時にプーチンがベラルーシに治安部隊を送り込み、デモを鎮圧するなど協力をしたんだな。はい？そんなに大きなデモが起こったのですか？それじゃあルカシェンコ大統領は、自分の政権を守ってくれたプーチンには感謝の気持ちでいっぱいよね。私の勝手な予想だけど、実際、ルカシェンコ大統領自身がいくら欧米になびこうとも、プーチンとの関係を切ってしまえば、もはや自身の政権を維持すらできないかも、的な状態にはなってしまったな。それはベラルーシにとっては不安定すぎるわね。その通りだ。このような背景をもとに、ベラルーシでは反体制派が多くなっている。反体制派は今回のウクライナ侵攻にあたって、ウクライナに全面協力しているとも見受けられ、彼らは開戦当初からウクライナに義勇兵として参加しているんだ。反体制派がここぞとばかりにウクライナの義勇兵として参加してるってことなのか。これはまた日本ではなかなか感じえない、強い意志を感じるところですね。そうだな、彼らの決意はある意味想像を超えているのかもしれない。それじゃあ今度は、ベラルーシの義勇兵の組織や活躍について見ていこう。さて、ベラルーシ義勇兵について、まずはウクライナ領土防衛他国籍軍を見ていくぜ。2022年2月27日、ウクライナのゼレンスキー大統領はウクライナ領土防衛他国籍軍の編成を表明し、様々な国から義勇兵を募ることを決定した。実際世界ではウクライナを支援する国の方が圧倒的に多い感じがするから、この表明が出てきた後に、たくさんの国が反応することが予測できるわね。見事な予測だぜ。この反響は世界中に大きく、3月頭には世界52カ国、約2万人もの義勇兵が、ウクライナの防衛に参戦することになったようだぜ。27日に発表して、3月頭っていうことは、2週間足らず、いや1週間程度で約2万人も集めたってこと？そういうことだ。この義勇兵部隊にはカナダ、ジョージア、欧州各国や独立派チェチェン人など、様々な部隊が編成されている。その中でもベラルーシ人が組織したとされる部隊が、カスプーシカリノウースキ大隊及び、パホニア連隊の2つの部隊だな。どちらも初めて聞く名前だわ。ちなみにマリサ、連隊と大隊って何の違いがあるの？連隊は陸軍の部隊編成単位の一つで、大隊は陸軍編成上の戦術単位の一つだな。大隊が数百人程度だとすると、連隊は1000人くらいの人数になる。ふむ、ざっくり連隊の方が大隊より人数多いって感じかしらね。オケオケ。それでは先にできたパホニア連隊の方から説明しよう。パホニア連隊はウクライナの外国人義勇兵部隊の中で、一番最初に設立された部隊だったと言われているぜ。パホニア連隊は、別名パゴーニャ連隊とも呼ばれている。ほとんどの人が黒マスクで顔を隠してますね。威圧感えぐいですわ。この部隊の創設者はベラルーシの元実業家で、陸軍将校のウラジミール・プラコピエウ氏だ。本部隊は2014年に発生したドンバス紛争の際にもウクライナに協力をしていたほか、さっき言った2020年のベラルーシ国内のデモにも、関わっていると見られているぜ。ほんといろんなところで活躍している部隊なのね。この部隊は戦闘経験が豊富であるため、これから説明するベラルーシの他の部隊の訓練などの支援も行うようになったんだ。元陸軍将校がいるだけあって、心強い部隊ですわね。そして今回のウクライナ侵攻にあたって、編成されたのがカスプーシカリノウースキ大隊だ。カリノウースキ大隊は2022年3月9日に創設が発表された大隊で、最初は200人程度の小さな組織だったが、開設当初から数千人規模で大隊メンバーに応募があった。打倒ロシア、許すまじって強い思いを感じますわね。3月9日の AP 通信の報道で、ウクライナの首都キーウで訓練を受けるベラルーシ人の様子が報道されていて、義勇兵に参加したベラルーシ人は、反政府デモに参加したことでベラルーシにいられなくなり、ウクライナに移住したとも語っていたようだ。なかなかベラルーシも強行する国家なんですね。ルカシェンコ政権の独裁感が見て取れるわ。だから自国にも対抗する感じで義勇兵に応募したっていうことなんやな。カリノウースキ大隊に参加した人は多種多様で、全くの戦争未経験者から、フランスやアメリカの外人部隊に所属した経験のある人までいるんだ。戦争未経験で義勇兵に参加するにはどれくらいの勇気がいるものなんでしょうね。平和ボケをしている私には考えられませんわ。カリノウースキ大隊の規模は設立当初からだんだんと大きくなっていき、3月25日には100人の追加増員が発表されている。さらに4月23日にも追加となったベラルーシ人250人の訓練を、アゾフ大隊が行ったと報道されている。そして5月21日、霊夢がツイートで見たように、カリノウースキ大隊は大隊から連隊へ格上げが発表され、その指揮下には2つの大隊リトビンとボラートが所属するとのことだ。ふむ、連隊ということは1000人規模だから、これはとんでもない数になっていることが伺えますわ。ウクライナの義勇兵に参加することはベラルーシ人にとって、自国のルカシェンコ政権に対抗するということだから、熱量は他国の倍以上あるだろう。しかもベラルーシはパホニア連隊やカリノウースキ大隊のような戦闘部隊だけでなく、直接的な戦闘以外でもウクライナを支援している部隊が存在するんだぜ。戦闘以外？なんや、ロシア軍は帰れって SNS でつぶやきまくるとか、そんな小さな話だけではないんだよな。ベラルーシの反体制派のハッカー集団であるサイバーパルチザンもウクライナに協力する集団だ。この集団は2020年9月に結成されたぜ。創立のきっかけはルカシェンコ大統領が再選されたことに伴い、これに反発した人々がデモを起こしたんだが、大規模デモを起こした反対派の人を暴力で鎮圧し、数千人も逮捕したところを目の当たりにしたことだぜ。はあ、デモの鎮圧の仕方って暴力だったんか。だから自国から追い出された人がいたのね。サイバーパルチザンはロシア軍の侵攻開始とともに活動を開始し、2月27日にロシアの軍用列車として利用されていたベラルーシ国内の鉄道システムにハッキングして、運行を停止させるなどの攻撃を行ったようだ。すなわちサイバー攻撃だな。はい?サイバー攻撃って言ったら、大統領のツイートを勝手に変えたり、ホームページを勝手に変えたりって思っていたけど、そういうのじゃなくて実際に鉄道を停止させて物理的に混乱を起こさせたんや。2021年には、ルカシェンコ政権支持者を含む数百万人の個人情報を盗み出したとの記事もあってな。それも考えると、サイバーパルチザンは今回のウクライナ侵攻で暗躍しているようだが、ひょっとしたらこれは自国での活動の一環としての行動なのかもしれないな。なるほど。今後ベラルーシでも一悶着ありそうって感じね。ベラルーシの反政府派を中心に、ウクライナ義勇兵は今でも増加していっている。もしかしたら今後、レイムの言う通りベラルーシにも大きな影響が出てくるかもしれないな。もしベラルーシでも政権交代が起こったりして、親ロシア派じゃなくなってしまったら、国際情勢はまた大きく一変するかもしれないわね。義勇兵自身、ウクライナを解放したら、ベラルーシも解放させるって宣言する人もいるくらいだからな。それじゃあ今日の内容はこれくらいにしておくぜ。このチャンネルでは他にも兵器や軍事に関する動画を上げているので、他の動画もぜひ見てくれだぜ。これからも興味深い軍事に関する動画を上げていこうと思うので、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それでは皆様、ご視聴ありがとうございました。